さあ始まりました第1回アザラシアナリティクスの時間でございます。どうもパーソナリティのアザラシです。パーソナリティの遅刻アザラシでございます。どうもっていうことでね、入りだけはなんかまともにやっていこう。入りだけはな、第1回でなんだよっていう、まあそういう風なお声もね、各方面から聞かれてないですけども、YouTube のクリエイターツールっていう、ここを押すとクリエイターツールっていう、クリエイターツールっていうのはアナリティクスっていうのでね、まあ、アナリティクスとおそらく分析、アナライジングとかそういうふうな意味だと思う。適当な英語で、適当な英語力で言ってるな。まあ、分析だね、多分。その、アップロードした側が、のみが見える。のみが見えてるのかどうかわかんないけども。アップロードした側の、まあその、情報。に届いてる情報、これなかなか見る線の人、ロム線の人、 YouTube 見るばっかりの人はなかなか知らないと思うんでね、まあ、こういった YouTube の裏側をね紹介していこうかなと思います。これはもうやっぱりこうやって開かないとね、アップロードする人が開かないと見えないと思うんでね、まあ、ちょっと興味深く見ていただければいいんじゃないかなと思います。これ今見せているのは今月2017年10月1日から2017年10月31日までの間の、再生時間や、視聴回数、推定収益なんかが見えております。動画をね、いちいちね、収益化してみたんでね、こういうのが見えるんですね。まあ、誰でも収益ができるわけじゃなくて、それまでの動画、すべての動画の視聴回数が1万回を超えると、収益化できるんで、まあ、選ばれた人とは言わないまでも、コンスタントに上げ続けてた人は、こういうふうな画面で、動画の収益化できるんでね、まあ、それも一つ。なかなか見ることがない場面だと思うんでね、見ていただければいいんじゃないかと思います。どうでしょう、まあ、10月単体で見ると結構再生時間上り調子かなと。視聴回数も上がってるしね、まあ割と、まあこうやって上がり調子だからこうやって動画を作れてるのもあるね。この動画を上げれてるのもあるね。これがこう明らかにこう落ち目みたいな下がり調子だと、こうなかなかね、声のトーンも低くてね、喋れないかもしれないけども、こう上がり調子だから上げてますね。で、まあ、過去上位10本の動画で出てくるんだけども、10月中はね、焼きつくが牽引してましたね。時間も何もかも、推定収益もね。だからまあここのところでは結構焼きつくを多めに上げてたっていうのが、特にこのパート3一番これがよく見られてたみたいで、まあ、サムネの見えるかな、サムネにもあるけども、17年前のイチローと対戦みたいなね、ちょっとセンセーショナルな文章でね、煽ってみたんですけどもね。いや、まあ、よくみんなが見てくれました。人が見てくれてもらったのが。まあ、なんだろうな。まあ、お金稼ぐ以上にね、自分の声と喋りとゲームのプレイでね、見てくれる人がいるっていうのはちょっと悪くね、気分だなって感じだな。まあ、こうやって見ると焼きつくが多かったかなと。シェンムーも上げてるんだけど、まあ、時間で見るとシェンムーはまあ、あんまり見られてない。焼きつくは結構、まあ、見てくれる人がいたなって感じで。コアな人気でもあったんでしょうか。その中でもこう時間で区切らず回数で見るとですね、回数で見るとこれなんですね。回数で見るとこのもこもこふわふわのガーガー、これが一番最初視聴回数が多い。回数多くてもあんまり意味はないんだけど、回数はこれ一番多いですね。これの動画、これとか、あと、猿でもわかるマウスカーソルの買い方動画、この辺はね、まあ実況ではないんですけど、これよく伸びてはいるんだけど、収益化はしてないので、まあ、推定収益のところには上らないって感じかな。だから上げたのこれなんて、この、作成した日時が、2011年の7月24日、もう5、6年ぐらい前の動画なんですけど、それが未だに再生されていると、視聴されているところですね。まあ、よくわからん。これは、この動画は本当によくわからん。動画単体でこう分析もできるんですけどね、まあ前期比は下がってるけど、視聴回数は伸びてるし、再生時間は下がってるけどね、視聴回数増えてる。まあようわからんな。女性もよく見られてる、よくわからん。一本一本の動画もこうやって分析できるんですよ。これなかなかね、やっぱ上げた側の楽しみというかね、こんな見て何が楽しいんだって思うかもしれないですけども、まあ数揃ってくるとなかなかこう分析、アナライジングベースボールじゃないけどね、アナライジング楽しいですね。うん。焼きつくの動画もう終わっちゃったんで、シリーズ終わっちゃったんで、さあ、もし次何かこういった
伸びる系の動画上げられたらいいなとは思いますけども、まあまあまだ何も考えちゃいませんね。あまり何も考えてない。リアルタイムってのもあるな。リアルタイムってやつはおそらく今じゃないな、過去60分間の視聴回数とか過去48時間ごととかも見れるね。これすごくたくさん人気の動画がいっぱいある人だったりするとこれ楽しいんだろうな。こう如実にさ、この時間帯は人が見ないぞとか、この時間帯は見るぞみたいなのが分かったりして多分楽しい。自分ぐらいのやつだとまあこんなね、スキッパーみたいな感じになっちゃう、スキッパーみたいになっちゃう。収益をもうちょっと詳しく言ってみましょう。やっぱお金の話みんな月でしょ。一月頑張って 0.42 ドルでした。10月月。0.42 ドルっていうのはお金に換算すると 0.424 にした。0.42×1 ドルが114円。47.88。まあ約48ドルだね。一月こうねコンスタントに動画上げ続けてきて、まあ48円。まあコンビニで売ってるドデカバーっつうんかな、チョコレートのさ中にウェハースみたいなサクサクのやつの、あのバーが1本買えないぐらいのあれですね。バイトしろ、もうそれバイトしろ。バイト5分ぐらいやったぐらいしかなって、5分ぐらいやったぐらいのお金しかなってね。 YouTube こんだけ頑張って動画上げてて、どうだこれ、どうでしょうね。なんか濡れ手に泡で YouTuber ってお金手に入れてるイメージあるじゃん。そんな楽なその不労所得みたいなさ感あるじゃん。でも現実はこれよ、下っ端はこんなもんよ、全然稼げねえ多少お金受け取れるかなと思って、そんなことないですねって。しかもこの振り込みもなんかそうか、90日を見せていこう。収益化したのが90日ぐらい前からだったから、過去90日で見ていこう。90日の収益化で見てもだ 1.51 ドルだからね。 1.51 ドル、だからこの辺で収益化するようにして動画上げ始めたから、まあ、90日で見ると、まあ、トータルなんですけど、自分のねでアザラシのねトータルなんですけど、 1.51 かけるさっきの114ドル入れると、計算間違えていいよ来いよみたいになってた、いいよ来いよみたいになってた、いいよかける 1.5172円なんですね。172円ね、まあこれならペットボトル1本買えるじゃんって思うけど、YouTube の収益って8000円分ぐらい、トータル8000円分ぐらいないと振り込めないらしいんですわ。だから90日で172ドルでしょ。まあ一月で見たらまあ約5では 0.5 ドルとして、まあ60円ぐらいとして、一月60円、10ヶ月で600円、12で720円、まあ、10年、11年ぐらいこのペースで動画上げ続けて、やっと受け取れるかな、8000円っていう、そういう世界ですね。このままだと無理だ、そんなのは人間の生き方ができないよ飲まず食わずで11年間動画を上げ続けて、そしてやっと8000円受け取れるか受けないかで、ちょっとそれはね現実問題不可能に近いな。もっとこうね爆発的なこう人気を得られるような、警察の目の前で麻薬白い粉を落としてみたとか、そういう風な人の目を引くような動画を上げられるといいんだろうけどね、それは無理だしね。もうちょっとエロっちいやつとかさ、タンクトップの服を着てなんかこう朝のねルーティンをこなすやつだとかさ、アニメの違法アップロードとか、まあ、それはバンされちゃうのかな。でもエロ系もそうかな。あとはなんだろうな、車載動画でドキュンのねこう煽り運転みたいなのをこう撮ってみたいとかさ、あとは猫をひたすらこう今走ってみたみたいなことやるとさ、やっぱそれなりに再生数とか伸びてこう人気はないにしてもお金は稼げるのかもしれないけど、別に金稼ぎでやってるわけじゃないからっていうところもあるので、まあ
難しいね、難しい。どうすりゃ、どうすりゃこう軌道に乗るのか、まだ90日試してみて、以前ニコニコで YouTube をニコニコで実況者をしていた自分ですらまだ何もこう掴めてないというのが現状ですね。もっとこうグッとこう引きつける何かをやってみたいもんだけど、そういうの、そういうなんかこうカリスマが自分にはないからな、残念だけどな。まあコツコツやっていきます。コツコツやって、コツコツ何か手に入れるものがあるかもしれないので、まあやっていきましょう、やっていきます。うん、でまあこうやってね、結構アナリティクス楽しいのでね、分析も楽しい。ぜひともね、自分は見るだけじゃなくてっていう、動画をアップロードする側にもなって見てください。モチベーションにはなるかな、割と。で見えるっていうことはね、見える側楽しい。なんで、うん、このように、このような画面で見て、まあ1月90日とか詳しくね、こうやって見るだけでも過去7日間、1週間で見たり、四半期とかで見たり、一つ一つの動画でも情報が得られるんでね。だからその上げたら上げっぱなしじゃない、それがどのような評価されてるのかみたいなのがフィードバックされてくるっていうのがあるんでね、これあの YouTube のならではの機能かな。うん、面白いなと。こういうの分析して楽しむ人には楽しいかなという感じがあります。ですんでね、ぜひみんなもっていう言い方あんま好きじゃないんだけど、皆さんもね、見る側だけではなく、 見る側でもあり、あげる側でもあり、そういう双方向のインタラクティブなサービスなんでね、 YouTube、 テレビとも違うし、ラジオとも違う、新聞とも違うね。自分もあげてという感じで楽しんでいきましょう、 YouTube ライフ。 YouTube ライフは楽しめよっていうことを言いたいわけじゃないんだけど、まあやっぱ作り手側も、まあ、楽しいよっていうことを教えていきたい。作り手側もこういうもの見えてくるね。まあこんなもんです、こんな感じですね。はい、締まりのない終わり方になっちまった。最後見せとくか、これ今 BGM の紹介しないと紹介しておかないと。こうやって簡単に動画作れるんですからね。今普段ゲームのデスクトップ撮ってるのをちょっと広げてみた。これうまく撮れてるかとは実は自信ないんだけど、話とちらかっちゃいましたけども、 Doober Syndrome っていうサイトかな、フリー BGM なんかも最近簡単にね、再生させてくれるのでね、こうやってたまたまね上がってた、このサイトの一番上に上がってた新着だったから、たまたまこれ使ってるだけなんだけども、この許可なしでも使わせてくれるっていう動画もあったりする、 BGM もあったりするんでね、自分で BGM 作ってきたり許可取ったりしたら大変かもしれないけど、こういう普段も最近充実してますのでね、誰でもスタートは簡単、喋るだけって感じ。このもうマイクとパソコンだけあればこの程度のものできるわけですからね、まあ、ある程度のソフトはフリーのソフトは探してこないといけないと思いますけども、一応言っておきます。報告はね、いつも拝見させてもらっております。楽曲の使用の際は MFP マロンフィールズプロダクションと表記されていただけど大変嬉しいですって書いてますけどね、これはね、動画の中で紹介したんでいいでしょう。嬉しいって言ってるから、まあその強制力はないわな。でもなかなかいい BGM だなと思って何回もループして聞いてる。てな頑張りで、アザラシ第1回アザラシアナリティクスでした。再生時間がもう15分に迫ろうとしてるんで、この辺でバタンと切りますけど、まあ、もしかしたら来月ぐらいにもね、もう11月の調子もまああんまり悪くない感じで、下降曲線じゃなければ上げるかもしれないし、上げないかもしれない総括でした。まあ、90日間の総括もできたし、1月の総括もできたし、まあ良かったかなと思います。振り返りの動画ということでね、うん、まあ11月寒くなりますけどもね、皆さん頑張って乗り切っていきましょう。自分の方もね、あんまり動画という風にならないかもしれない、上げていけなくなるかもしれないですけども、まあ、まだ少し余裕があるかなって感じなんでやっていきます。はい、焼き付けが終わったんで、また何か次のシリーズ考えないと。ほな、また別の動画でお会いしましょう。お元気で。